こんにちは、アシスタントのスラです。本日はカドリー廃墟を解説します。カドリー廃墟には銀色の鎧をまとう多数の戦士たちが駐在しています。実はこれクザカを祀る邪教徒なのですが、どのくらいの強さなのでしょうか。今回はサブキャラクター育成のため再び調査を行ってきましたよ。本レポートではガリバのキーポイントを3つほど説明していきたいと思います。1、モブの配置は場所によって異なる。カドリー廃墟は3ブロック構成になっており、北側の方がモブが密集しています。10から20体の密集ポイントが数箇所あり、その他は5から6体の群れが点在しています。仮ルートは10から20体の密集地帯を通るように設定するといいでしょう。2、行動不能系の攻撃を持つモブ。カドリー戦士やカドリー指揮官の物理攻撃には硬直属性があります。中でもカドリー戦士は数が多く、硬直攻撃の引っかかりがたびたび発生します。硬直状態になるとモブから集中攻撃を受けてしまうので十分に注意しましょう。3、一般ドロップの重量が 0.1LT と軽い。バレンシア地方は基本的に 0.3LT と重く、バッグを圧迫しやすい欠点があります。しかし 0.3LT から 0.1LT に変更され、バッグ重量の超過が起こりにくくなりました。またメイドはバレンシアにつながってしまい、回収が面倒なので馬に預けましょう。最後に要注意モンスターを紹介していきます。カドリー指揮官。一回り大きい体格のネームドモブで、ウォーリアのような動きで攻撃してきます。浮かし属性や硬直属性の攻撃を持つ上に耐久力が非常に高く、倒すのに苦労します。戦う場合はガードより避けることを優先し、行動不能にならないよう注意しましょう。なお狩り場に1体だけ存在するカドリー門番長はパーティー推奨なので、本動画では省略しております。いかがでしたか。今回は動画で狩り場の様子をお届けしました。ブログでも狩り場情報を紹介していますので、チェックしてみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。